初登場はスタミナ型、前半戦だけで20セーブに到達。プレミア12に選出され、荒さはあったがシーズン36セーブを記録。球威型の登場、スプリットのキレと変化量が強化された。9月にはベンチ上への大暴投、勝負どころで打ち込まれるマッスルミュージカルが話題となった。タイトルホルダーで登場、最終的には37セーブを挙げセーブ王。右腕が麻痺状態に陥り、初めて1軍での登板はなくシーズンを終えた。1年ぶりの S ランクで登場、特殊能力は超奪三振になり、ハイピンチが消えた。球種にカットボールが追加、49試合に登板したが完全復活とはならなかった。 B ランクの登場だったが、チーム3位の13ホールド、3年ぶりのセーブも記録した。球威が強化され、シーズンでは先発登板も経験。特殊能力には超タイピンチ追加で、リアタイでも活躍。開幕カードは絶好調だったが、その後は不安定な投球が続いた。2軍でも制球は安定しなかったが、マリーンズへ電撃移籍し大活躍。ワールドスターでの登場は初の球威 A、 超タイピンチ発動時のスプリットは異次元。来年もメジャーでの活躍期待してます。